やらなきゃお前はいらない。俺流チャンネル。私の指導方法が良かったかって言えばそうでもないんだ。昔の指導方法っていうのは自分がやってきたことはそのままやれ、やらなきゃお前はいらないっていうのはそういう時代の指導方法だったんでね。今の指導者がどういう教え方してるかは皆目見当つかないけども、もう俺らが教えるんだったら臨機応変にこの子にはこういうやり方、こっちにはこういうやり方っていうふうに合うだろうなっていうヒントを与えて、それでやるだけやってみて結果はどうなの、で合うんだったらそれを継続しなさい、ダメなんだったらまた別の方法論があるからなっていうことのやり方をするけども、今の指導者はどういう指導方法をしてるかはこれは分からない。